こんにちは。今日はですね、JAL 2020年4月6月期を8月3日に、発表がありました。これをですね、もう半月ぐらい経ちましたけれども、遅ればせながらやっていこうと思います。ジャパンディスプレイ、日産自動車、大塚家具、武田薬品、アマゾンに続いて6銘柄目となる銘柄ですね。はい。ですね、JAL の分析している人を探してみたら結構いっぱい出てきましたね。やっぱりメジャーな業界というのもありますし、今航空がねダメージを受けていますので、それの、まあ、注目度が高いというのもあったと思います。まあ、ですが大体どれを 見ましてもね、決算単身をただ単純にコピペしてるだけなんで、その業界の構造とか全く触れてません、もしくは、なんか分析をしているように見えてですね、実際は非常に古い物差しの分析、例えば、流動比率を測ったりとかですね、今時流動比率なんか測ったり、あとは固定比率を測ったりですね。流動比率というのは何かというと、まあ、よくはそういう古い基準で物差しを当てはめて公表している解説者がいるんですけど、それはね、もう そういう人ってどの銘柄でも同じ基準をただ当てはめてやってるだけなんですよ。その方程式に当てはめて、例えば ROA とか ROE とかね、よく聞きますよね、皆さんも。でその流動比率とか固定比率もそうで、流動比率っていうのは現金とか預金がありますよね。それと一方で、1年以内に返さないといけない借金がありますね。でその比率を見るんですけど、手持ちの現金で1年以内の借金がすぐ返せるようだったら、それはまあ体力があるとかっていう判断なんだけど、それってそもそも社債、例えば5年社債とかを振り出してお金がドカーンと入ってきたら、そんなのいくらでも流動比率を上げることができますんでね。あとはね、固定比率なんていうのもあって、それは、固定資産ありますね、工場とか、まあ、割とその長期で償却していくような資産ですね。固定資産と自己資本の割合を見まして、これでその自己資本で固定資本が賄えれば財務的に健全だっていう考え方なんですけど、それは何でかというと、例えばその従業員なん、給料を払わないといけないですよね。従業員給料払って、で材料を買ったら材料費を払って、外注費使ったら外注費使いますよね。だけど例えば景気が悪くなって全くの企業活動を止めた場合、例えば従業員は全部解雇して、材料は一切取引をしない、そうすると、一応会社からはお金が出ていかなくなりますよね。まあ、もちろんその本社の家賃とかね、そういうちょっとしたものは出ていくとしても、基本的に従業員を解雇して、材料費を仕入れなければお金っていうのは出ていかないんですよ、借金がなければね。そうすると、固定資産、工場とか、車とかね、機械とか持ってますよね。でそれは一応自己資本の範囲内だから、別に、最悪、まあ誰かに取られることはないわけですね。自己資本のと固定資産が同じということは、借金を払ってもその固定資産は取られることがないということですから。でそうするとその不景気の時に耐えておいて、それで景気が良くなったらまた人を募集してですね、で材料を頼んで生産活動しようかっていう、それができるから固定比率が高い方がいいんだって言うんだけど、一旦社員がもうねよそに行ってしまったらもう戻せませんからね。でノウハウも継承することができないんで、もう実質的にその解雇した時点でその会社は終わりなんですよね。だからあんまりねこの基準も実は意味があるのかないのかよく分かりません。でそういうことじゃなくて、実質的に今のその業界に即してそのまあ業界のそのキャッシュフローの構造をですね分析して、でそこから見てこの会社は
理にかなっているのかどうかっていうのが分析していくのが大切なんですよ。そんなどの決算単身をコピペしてただ読み上げてるだけの動画とか、どの会社産業どの会社に対しても同じ物差しで計測方法を言ってる人とかはもうこれ愚の骨頂です。だから私の動画は上級編ですから、そんなことはありませんので安心してくださいね。で、JAL の2020年4月6月、これ一番航空業界がやばかった時ですね。各国がロックダウンして国際線は一切受け入れない、ね、もうよっぽどの政府の要人とかですね、何か特殊なビザを取った人しか、国際線は飛びませんでしたね。でもう基本的にロックダウンですから国内便なんかもほとんどはもう使われない。よっぽどビジネスで何か特殊な用事がある人が本当に乗るぐらいで、で、まあ、そういう意味ではですね、7から9になって一気に復活したっていうことはできないんですね。これは残念ながら航空業界というのは一番今回のコロナの被害者ですから、7から9が良くなっているとはとてもお世辞にも言い難い。で、その8月3日の発表でですね、国内線に限っては8月 75% の便数まで戻るんじゃないかというふうに JAL は言ってたんですね。8月3日の段階では 75% 8月戻る、国内便だけですよ。それは帰省客ですとか8月 の, そのちょっとした、まあ、GoTo キャンペーンじゃないですけど、それで戻るって言ってたんだけど、実際蓋を開けてみたら、まあ盆期間はですね全く人の動きがなかった。ほとんどの人がもう東京、特に東京都民はもう東京都にいましたと、あんまり動くなんていうのが言われていましたし、でそれを忠実に守ったんですね、やっぱり首都圏の人は。だから75って8月3日の段階では 75% ってやったと思うんですけど、これもっとかなり低かったと思います実際は。だから7級もちょっとね厳しいと思いますね。それでこの飛行機会社を分析するときにどういうものを考えていく必要があるのかっていうことが、それを見ないといけないですね。そんな10波人からげにですね、何か同じような基準を各業界に当てはめていっても本質がわからないです。で、これちょっとね話が、まあ、最初にやった方がいいのか、まあ後でやろうかな。このね航空機っていうのはめちゃくちゃ高額じゃないですか。だから結構リースでね取引している会社が多いんですね。実際売買で所有せずにリースで持っている会社が多いんだけど、そのファイナンスリースとオペレーティングリースってあるんだけど、これがねなんか2019年から会計法が一気に変わったらしくてですね、まあ、その辺で結構ややこしい。リースっていうのは会計の仕分け上ですねものすごくややこしい分野です。はい、まあ、それはちょっと後で触れる時間があれば触れましょうと。で、4から6月を比較するにあたって、前年度の4から6を見ていきたいと思います。で、売上はですねこれ、まあ、全部で4000ちょっといくのかな。だけど、まあ、合計を見てもしょうがないんでですね、国際線が1300億、国内が1200億、貨物が227、案外小さいんですよ。貨物ってね、もっと大きいと思うイメージありますよね。だけど、実際は国内線の5分の1ぐらいしかないんですね。で、面白いのが、国際線と国内線の売り上げがほとんど一緒っていうのも面白いですね、これ。なんかイメージとしたら国際線の方がめちゃくちゃ儲かってるようなイメージはあるんですけど、案外そんなことはないんですよ。国際線だからポイントとして、であとはその他が683億と結構大きいことに注意してください。で、この貨物とその他を合わせるとまあまあですね、この国内線に近づくぐらいになってるんですよ。だから国際、国内、その他ぐらいに思っておいた方がいいんですね。この3本柱があるわけです。旅行会社、航空会社っていうのは国際線と国内線とその他がある。これが大体同じぐらいの3分の1ずつぐらいの売り上げがあると、まあ、考えてもいいでしょう。はい、
国際線、国内線、その他なんです。でその他の中に貨物とか、あとは旅行代理店の、多分ね、これは子会社、JAL の子会社とかがやる旅行代理業務なんかを、だから発券業務だとか、宿泊を手配したり、ああいうパック旅行とかですね、そういうものをやっている。であとマイルと受託、この受託事業っていうのは何を指すのかよくわからないんだけども、まあ何らかのそのキャパシティが余った中で何らかの受託事業をやってますと。でマイルっていうのはこれ分かりにくいんだけど、何かっていうと、これはね、例えば皆さんがカードを使うときに、例えばポイントバックで、1000円ご利用につき 1.5 マイル差し上げますとかありますよね。でその 1.5 マイルは、1.2 円と変換できて、この商品を選んだりすることができますとか、あとは 1.5 マイルはそのまま航空券を買うときに、1.5 マイルを 1.8 円として計算してとかね、まあ、そういう、まあ、ある種金券みたいにして使えるんですよ。でこの航空会社というのは何をやっているかというと、これ賢くてですね、その例えば JCB のカード会社の JCB に1億マイル売りましたと、ね、1億マイル売るんですよ。 JAL が JCB に対して1億マイル売ります。そしたら JAL はその1億マイルを使って自分のところのカード会員にポイントバックしたり、あるいは抽選で200名様の方に、合計3万マイルプレゼントとかありますよね。ああいうキャンペーンを打つことができるわけで、 JCB に1億マイル売るときに、例えばそれを、1マイル普通だったら1円の換算なんだけど、それを1マイル 0.8 円にして、8000万円で売るわけよ、ね、そうすると JCB は8000万円で1億マイルを買えるわけだから、ちょっと安く買えるわけですね。でそれを正規の1億マイルとしてキャンペーンに使うわけだから、その利ざやが出るわけだな。ある意味安く仕入れて自分とこの反則に使えるわけだよな。そうなんだけど、でじゃあ一方 JAL の方から見たらどうなるかというと、1億マイルを8000万円で売るんだから2000万円分ちょっと損するんですよ。だけど1億マイルは結局飛行機を使うことに、お客さんが飛行機を使うという形で自分のところに跳ね返ってきますけど、その飛行機を飛ばす原価っていうのはもっと低いわけだから、まあ別にそれは1億マイルを8000万円で売って利益が出たことでよしよしでいいんですね。それはそれでいいんです。あと実際それをお客さんがそのマイレージを使って、国内線とか国際線で乗ってきますけどね、乗ってきますけど、その時はこのレベニューパーキロメターっていう、これまた指標があるんですが、その有償シート、無償シートっていう概念がありまして、それはただ無償シートとして無償客として来たよっていうようなカウント、はい、というふうに、実は面白い錬金術みたいなもんで、マイルを販売して儲かるっていうことがあることを皆さん覚えておいてください。で、この3本柱、国際線、国内線、貨物線、貨物その他です、まあ、1200、1200、1000億ぐらい、まあ、3本柱ね、これをまず頭に入れてください。こういう基本的なことを押さえないといけないんですよ。単純にね、売り上げいくら、いくらいくらって、バカみたいなね、一つ覚えはやめてくださいね、うん、これ、で、それがですよ、国際線、今回の46、27億。これもうね、ほとんど、だからもう飛んでない。はい。ほとんど1300億が27億だから全く飛んでません。で、国内に関しても、これはもうね、15% ぐらいの189億になってますから、いかにこの46が厳しかったってことがわかりますと。で、ちょっと驚きなのがですね、貨物が逆に増えてるんですよ。227億が265億になってる。でこれは便数が増えたんじゃないんですね。コロナで便数は貨物も減ってるんですけど、実はですね、そのまあコロナで便数がどこもかしこも減っている中で、だけど例えば中国の景気なんかは46で回復してきてましたから、
ということは国際物流がかなりまあにぎわってたわけですね、特に東アジアなんかは。そうすると便数が少なくなったところに貨物需要が高まったもんだから単価が2倍ぐらいになったらしいんですよ。だから便数が減っても結局売上的には265億とちょっと膨らんでます。でその他683、281で、まあ、当然旅行がありませんから旅行の売上とか減りますし、まあ、受託事業なんかも減ったんでしょうね。マイルに関しては、まあまあ、そうですね、もともと国内の商品も鈍りましたから、マイルをかJCB さんとかがマイルを買ってお客さんにプレゼントしようというような動機もちょっと減ったのかもしれませんね。だから半額以下になってます、はい、だから全体的にもうガタガタなんですよ。それでそのよく言われるのがキャッシュバーンっていうのが言われますよね。キャッシュバーンって言って要するに、まあ、これはフリーキャッシュフローでどんどんそれがマイナスになっていく、現金が燃え尽きていくっていう意味なんですけど、これが今だいたい1ヶ月500億ぐらいというふうに JAL は言ってますと。 で一方でですね、手元現金が、銀行のコミットメントラインを含めると6000億ありますから、これ、まあ、これだけでもですね1年間はいけますと。1年間は今の現状が続いても別に現金がと枯渇することはありませんし、まあ余裕ですよね、ある程度は。でもちろんですね、これ JAL と ANA しかありませんから、まあ、普通の正規のやつはね。だから当然ですね、キャッシュが尽きてきたら政府がまた追い貸しすると思いますけど、だから そういう意味ではですね手元資金に別に心配はないんだというふうに思っておいていいと思います。で、あとはこれ売上ですよね。で費用なんですけども、これ油って燃料代が636億だったのが194億で、これはですね、これほとんど飛んでないんだけど、結構油代がまあ3分の1ぐらいにしかなってないという。これ国際線国内線売上で言ったらもう 10% とかなんですけど、じゃあ油代も 10% なのかって言ったらそんなことないんですよね。これちょっと不思議でしょ。しかもですね、この今年の46っていうのは石油代がめちゃくちゃ安くなりましたよね。WTI 原油がマイナスになったのを皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、原油代がめちゃくちゃ安くなったのに3分の1にしかなってないってことはどういうことかというと、売り上げは結構全然ないんだけど、それなりにおそらくですね、無駄に便数が飛んでた可能性がありますね、うん、例えばその満員で、東京は満員で羽田と、伊丹空港を往復するのと、乗車率 10% ぐらいで往復するじゃ、どっちも油としては同じ量を使いますから、だから便数は結構飛ばしていたのに、ほとんど満席率、乗車率がめちゃくちゃ低かったということなんだと思います。で、まあ、それでも便数は減ってるんですよ。便数は相当減ってるんですけど、さらに乗客率がもっと減っていたっていう。で、費用は油が、まあこれまあ、変動費ですよね。変動費はあんまり減ってないよと。でそれ以外は2600億が1863億と 30% しか減ってません。でこの内訳なんですけども、まあ、当然ね、売上がこんな 10% のレベルになったわけだから、まあ単純に考えると経費も 10% にしなかったら大赤字になるわけですよね。だけど経費っていうのは、ご存知の通り変動費と固定費がありましてね。で変動費は、まあ、飛行機を飛ばさなければ油も使えませんし、例えば、キャビンアテンダントなんかも、いわゆるアルバイトだったり契約社員みたいな人だったら、解雇することによって固定費も、まあ、そこは固定費と考えていいんでしょうね。固定費もある程度は切ることができる。
だけど基本的には人件費とかあるいは機材費っていって、ボーイングとかエアバスのですね減価償却費とかあとはリース代、これはもう減らせませんから固定費なんですね。で固定費をどれぐらい減らしているのか、そして変動費はもちろん、まあ、ただでさえ減りますからでこれを内訳を見てみますと人件費がですね前回の昨年から比べてほとんど減っていないこれ大体15% ぐらいしか減ってないんですよ。だからいかにやっぱり正社員の比率が高かったりあるいはその契約社員とかアルバイトの、まあ、そういう、いわゆるキャビン客室乗務員だとかあとはその飛行機あの空港でのそういう手荷物検査の人とかいろいろもろもろの人ですよね。そういうのをまあどうなんでしょうね、雇用調整助成金というのが出てますから自宅待機にしてその雇用調整助成金で、まあ、あの給料を肩代わりするっていう制度がありますから政府がね。でその時の給料をカウントしているのかどうかっていうのはちょっとわからないです。そこまでは書いてませんでしたから、例えばその客室乗務員を、まあ、1000人いるとしたら1000人を自宅待機にするんですよ。で自宅待機に差しといたら大企業の場合は確かね 80% ぐらいが給料を政府が肩代わりしてくれるんで、そうすると人件費が、まあ少なくなるわけですね。その時だけはでその時少なくなるんで、その少なくなった分がこれなのか、あるいは助成金というのはとりあえず JAL が払っといて、で後で政府から振り込まれるんですよ。だからそれタイムラグがあるんですね。多分何ヶ月ぐらいかかるんですよ。でこの760と647でとりあえず JAL がまずは自宅待機させた、キャビンアテンダーの1000名に対して給料をとりあえず JAL が払わないといけないから、おそらくそれを払ってのこれだと思うんですね。ということは7から9に政府からの助成が入った時にそれが特別利益として乗ってくるかもしれませんね。おそらく JAL が自分で、現金を払ったんでしょう。でそれが647で一部アルバイトとかを解雇して、減ったんでしょうね。まあでも実質ほとんど減ってない。で、機材費に関しては317億が336億だから、まあ当然ですけども減価償却費とかリース代はほとんど変わらないです。むしろ増えてるんですよこれなんで増えてるのか、新しい飛行機を発注して増えたのか知りませんけどね、ちょっと増えちゃったと。で整備費に関しては192億が185億、これほとんど変わりません。というのはやっぱり飛行機がもうすでにある段階で毎日毎日その点検しないといけないですからね。ただ飛んで帰ってきた飛行機を点検するのと、ただ単純に、空港につなぎ止めてある飛行機では点検費用がだいぶ違うはずなんですよ本来は。だけどほとんど減ってないところを見ると、まあ整備費というのがなんか結構固定費と言えなくもないぐらいに、かかるんですね。で整備費ということで言っていますが、これはいわゆる内部の正社員を使ってやってる分と外注で発注して外部の業者がやっている部分ってあると思いますから、それが多分一緒になってるんでしょうね。で、まあ要するにですね、その油はちょっと減ったけどそれ以外の費用がそんなに 30% しか減っていないことによって、結果的に赤字がめちゃくちゃ増えましたよと、赤字額が937億、純損益が937億の赤字ですからまあこれがやっぱりここの分、売上が減った分これを減らせないってことなんですね。はい、売上がもうガタ落ちです。 10% もうね200
15% ぐらいまでガタ落ちになってますから、もうちょっとあるかな、この貨物とその他のこれがね、まあまああるんで、まあ、これで500ぐらいあるんで、まあ700ぐらいか。だからここの第3の柱をまあ持ってるからまだマシになってるんですけど、その分の経費を減らすことができませんでしたと。まあそれは当然なんですね。会社というのは変動費と固定費で経費が成り立ってますから、変動費っていうのは会社の活動をしなければ、発注することはありませんけれども、固定費というのはやっぱりかかってしまう。でそれは人件費だったり、飛行機の焼却費だったりリース代だったり、これはもう途中で解約するわけにはいきませんから、買ったら買い切ったものは買い切ったもので、毎年毎年減価償却が発生していきますからね。だからそのやっぱり機材費と整備費と人件費、この3つがですね、この3つが相当やっぱりでかいよと。でこれだけで1200億ぐらいあるでしょ。だからほとんどこれなんですよ。この3つでほとんどこの、それ以外の経費を占めていますから、この3つがやっぱりでかいわけ。そしてこの3つはほとんど減っていないということです。つまり、この3つを足したですね、1200億ぐらいは必ずかかるんですよ、 JAL は。はい、全く飛行機が飛ばない場合でも1200億ぐらいはかかるんです。もちろん、じゃあだからといって、ここであるのが、だいたい JAL っていうのはね、エアバスとボーイングと、あとエンブラエルっていう小型機とかね、リージョナル機っていうのがあるんだけど、で、大型機、まあ、だからエアバスとボーイングなんですよ、ほとんど。で、大型機に関してはちょっと驚いたんだけど、所有が41機、リース4機しかないんですね。はい、ほとんど所有なんですよ。で、中型機に関しては、所有が79機、リースが3機。で、小型機に関してはですね、43機と18機で、まあ、リースがちょっと増えている感じなんですね。で、結局ね、コロナが収束して元に戻ったら、やっぱりこれぐらいの、まあ、これだけでもですね、120、160機でしょ。あとリージョナル機入れたら200機ぐらい持ってるんですよ。あ、もっとか、240機ぐらいいるのかな。でそれをコロナが終わったらまたそれは飛びますからね。だからもう今後は飛行機を半分もいらないだろうということで、今例えばその飛行機を始末してしまおうという考え方もあると思うんですよ。今後はもうコロナが戻っても旅客は戻らない、あんまり戻らないというんで、じゃあ今240機持ってるんだったらもう120機でいいと。ただね、そうするとしても他の会社もこれ同じ状況だから、飛行機をじゃあ一機いくらで売るのか知らないんだけど、それ買い取り手もいないっていう。だからね、減損するっていうかね、売却して現金化するっていうわけにもいかず、非常にこれはですね、ある意味不良資産をめちゃくちゃ抱えてしまっているっていう考え方もできますよね。もしコロナが復活収束しなければですよ。でもコロナは収束するという前提に世界の航空会社は立ってますから、この機数は減らせませんから、整備費がかかるし機材費がかかるわけですね。これだけでも600億ぐらいかかってるわけです。で人件費もですね、基本的にはだって技術者とかパイロットとか、あとはそういう空港関係者でも結構その管制塔のなんていう人はもう完全なプロフェッショナルですからね。そう簡単に解雇してじゃあまたもど、転職市場で探すかっていうわけにはいきませんからね。だから人件費でもこれ多分半分ぐらいは絶対に解雇できないと思いますよ。だからね、この辺りが航空業界の、まあ、その固定費がいかに強いかってことなんですね、うん、だって前年度ですよ、費用がどうでしょうか。またちょっとすみません、タブレットが勝手に喋りやがる。
その費用がですね、これはこの費用って言ってるのは、あの固定費も変動費も合わせてものですよ。それが、3300億ぐらいかかってるわけですね。昨年の46、3300億かかってるでしょ。だからね、相当費用がかかるんですよ、やっぱり航空会社っていうのは。で、売上が2500の1000だから3500ぐらいでしょ。3500に3200ぐらいか。だからほとんど利益ないんですけど、だから そもそも利益ってあんまりないんですよね、JAL は。そんな大儲けする会社じゃないんです、もともと。で、それがもともと費用がかかってるのをほとんど 30% しか減らないと。だから大赤字になってる、1000億ぐらいの赤字になってるわけ。いかにね、だからその会社の業界の構造として、まあ、固定費的な支出が非常に多い業界であると。で、それもおいそれと切ることはできないわけですね。あの例えば自動車会社だったら、あの、まあ、機関工の割合が多いでしょうし、あの本当に核となる開発技術者以外はある意味解雇してもどうにかなる面があるんですけど、なかなかやっぱりね、航空会社はそうもいかない。一番実質的な機材である、固定資産であるこの旅客機がですね、その機材費として317億四半期でかかっていくっていうね、ことが大きいと思います。あとさっきちょっと言いかけましたですね、ASK とか RPK とか LF、 これはあの航空業界の指標なんですけど、あの ASK っていうのはあのアベイラブルシートキロメターで、まあ、あの稼働した座席、稼働座席に一人乗って、それが、1キロ行く場合の単位なんですね。アベラブルシートキロメターで、RPK というのはそれとちょっと違ってレベニュー、パッセンジャーキロメターなんですね。で、まあ、実際マイレージを使わずに、お金を払って乗った人が1座席1キロメーターということなんです。だから、ASK 分の RPK をやると、これロードファクターっていうらしいんですけど、その優勝率みたいなものが分かりますということですね。まあ、ただいろいろな指標があるんですけどね、これはあんまり覚えても意味ないです、はっきり言って、で、さっき言ったファイナンスリースとオペレーティングリース、これ、どっかで役立つんで、ちょっとあの参考程度に聞いてほしいんだけど、リースっていうのはファイナンスリースとオペレーティングリースとありましてね。で、細かい基準が、めちゃくちゃ細かい基準があるんですけど、売買、あのね、例えばまあ、これバランスシートの話になるんですけど、まあいいか、バランスシートの話になるんですけど、物を買いますよね。例えば300万円で機械を入れました。そうするとそれは例えば、10年で償却しますといったら、1年に30万円ずつ経費で落とせるわけです。もちろん機械会社に対しては一括で300万払わないといけないですよ。向こうは待ってくれませんからね。もしくは銀行に300万借りて機械会社に、300万払うわけです。あ、ちょっと、よいしょ。300万払うわけです。ね。物を買うときですよ。リースじゃないですよ。300万で支払って、銀行から借りても現金でもいいんだけど、300万支払って、300万の機械を入れる。そうすると、仕分けとしては、現金が300なくなって、固定資産の方が300増えるわけですね。そうすると左側の借り方は同じになるわけで、もしくは300万銀行から借りて買うときは負債に300万乗って、現金が300万乗って、その300万現金300万がなくなって、固定資産が300万増えるわけね。まあ、これでバランスするわけで、でこっち借り方の残高は同じ、これが売買の仕分けなんだけども、普通は売買でやりますと。ところがリースというのは、基本的にはですね、
あのオンバランスオフバランスって聞いたことあると思うんですけど、リースをするときは、その例えばね、その機械300万の機械をリースするとしますよね。そうすると、オフバランスができるわけです。つまり、300万円の機械という固定資産をそこの計上しなくていいんですね。年間30万でリースを、まあ、リースだからリース会社が儲けなきゃいけないから、まあ年間35万円で借りるとしましょうか。買った時は30万でいいけど、リースした時は35万でやれるとしたら、その35万を賃貸借費用として経費としてポンと落とせるんです。35万経費として、まあ、いわば35万給料払うみたいにポンと落とせるんですね。これオフバランス処理ができるっていうのがリースのメリットだったわけです。なんだけど、あのね、リースのいろいろな推移で2008年に会計基準が変わったり、この前2019年に会計基準が変わったりしてて、まず2008年に変わった時はこのファイナンスリースとオペレーティングリースで、ファイナンスリースは売買の仕分けをしなさい、つまり、固定資産として300載せなさいというわけで、オペレーティングリースについては賃貸の費用でポンと落とせばいいよっていう。でファイナンスリースとオペレーティングリースってどういう違いがあるんですかって言ったら、またこれがややこしいんですけど、賃貸系の性質を持つものと売買もはっきり言って買ったことになってる処理とほぼ同じじゃないそれっていうものはファイナンスリースに分類するんですね。だから例えばね、あのよくあるのが、あのビルの賃貸をしている、例えばその大塚家具なんかが、あの三井不動産から銀座の物件を借りて、それで家具を売ってるわけだけど、それはあのオペレーティングリースで確かね処理されてたはずなんです。でそれはそのビルを買ったわけじゃ全然ないですから、ファイナンスリースじゃないんですよ。あくまでそこは賃貸でやってますよねっていう。だとか あとはその さっきの産業機械の話でもいいんですよ。さっきの話っていうのは10年もその機械使ったらもう他で売れませんから、その300万の機械をリースをしようが買おうがほとんど効果は同じなんですよ。だからファイナンスリースになるんですね、さっきのやり方だったら。でだからまとめると、リースっていうのは賃貸の方の性格がもうはっきり言って、それ賃貸借とかレンタルで借りてるようなもんだよねっていう時がオペレーティングリース、それはもうはっきり言って買い取ったのと同じだよねっていう場合はファイナンスリースなんですよ。でこのファイナンスリースにも2種類ありましてね、あの所有権が最終的にリースアップした時に所有権が元 あの貸し主に戻るやつと、借りていた人に移転する場合とあるんだけど、まあ、そういうようにとにかくややこしいんですリースは。なんだけど例えばリース契約なんだけど、パソコンを1年間だけ貸してくださいとかありますよね。あんなのは別に売買する感じでは全くありませんから、ただ1年間借りるだけっていう。そしたらオペレーティングリースです、明らかに。ところがですね、2019年にこのファイナンスリースとオペレーティングリースの区分もなくなってですね、なんかとにかく基本はリース物件はあのバランスシートに載せなさいというわけですよ。だからバランスシートに載せて、減価償却として落としなさいと。バランスシートに載せるってことは減価償却ですからね。リース代で賃貸借みたいに落としてたのがとりあえず母価として載せなさい、そして減価償却として減価させていきなさいということなんですね。まあそれはちょっとあの余談で、あのこんなことをね詳しく覚える必要ないんですよ。会計士が勉強しておけばいい話であってあのそれでね、あの JAL の計画として固定費を年間900億レベルで落としていきますよって言ってるんですけど、あのこれはね本当にできるのかちょっと疑わしい面もあるんですけど、まあ基本的にコロナが収束しようがしまいが、固定費のスリム化を図っていきますよと。それ自体はめちゃくちゃいいことなんですよね。まあというか逆に言うと今まで何してたんだっていう、900億も削れるんだったら今までは何だったんだっていうね。で、そういうのもありますから、まあとにかくですね、46で
この燃料費を除いた部分が1800億もかかってるっていうのはちょっとかかりすぎてます、はっきり言ってね。 30% しか落ちてないんだから。でその人件費とか、まあ、機材費はそう簡単に落とせませんし、これだけの、旅客機を保有してるんだったら機材費は落とせませんし、それを整備しないといけないから整備費もそう簡単に落とせない。だから500億ぐらいかかる、ここ2つ で、あと人件費ははっきり言ってそんだけいるのかと。今600だいたい 15% ぐらい落ちたけど、もっと落とせるんじゃないのかと。だからね、いわゆる格安 LCC と、フル規格の会社っていうふうに今までは住み分けがされてたわけですよね。サービスが違いますよっていう、もう機内食から何から違いますよ。だけどまあもちろんね、ファーストクラスとかに乗る人はそれでもいいんだけど、いいんだろうけど、はっきり言ってもうね、コロナの後はもう LCC もね、フル規格もそんな区別はなくなるかもしれませんよね。そんなことを言ってる場合じゃない、悠長な場合じゃないと。私たちはもう空の旅をお約束する、安心安全のなんていうね、で快適な空の旅をとかで 言っている場合じゃないと。そんなことを言ってたらもう倒産しますよって、これからは。だから LCC とフル規格じゃなくて、もう全部どこもかしこも LCC みたいになるんです、これから。ただし、ファーストクラスとか、まあ、それに準ずるところだけはめちゃくちゃ高級だっていうやつでもいいかもしれません。そういうふうにですね、もうこの JAL も実際この発表で、いや、LCC とのタッグを強化していくって言ってますから、もうこれは 何かというとですね、もう JAL が LCC 化していく予兆とも、まあ、取れるでしょうね。大体こんなとこかな。まあ本当はですね、僕アメリカのこの前ポートフォリオを持っていたデルタ航空とか、3大航空会社、4大航空会社を分析したかったんですけどね、ちょっと予想外に決算書の読み解きが英語だからちょっと怠けてやってなかったんですよ。だから、あ、そうか、 JAL をまずやってちょっと構造を理解してからまたそっちの方もやろうかなっていうふうにちょっと思いました。まあそっちの方もですね、ちょっと余力があればやってみたいと思うんですけども、まあそれでここから余談ですけどね、まあなんとかですね、分析銘柄を10銘柄まで増やしていきたいかなと。で、ただね、10銘柄って言ってもね、年間少なくとも4回発表があるわけでしょ、四半期の。で、特別イベントがあったりしたら、また1個、まあ少なくとも1個ぐらいか、1個か2個かあるでしょうからね、例えば合併が、M&A とかどうとか、増資とかね、ジャパンディスプレイなんか年がら年中ありますから。そうやっていくと、まあね、発表が4回プラス1回で5回とすると、10銘柄もやったらですね、50イベントこなさないといけない、年間。そうすると週1本、50イベントだから、月4本だから週1本になるわけね。週1本分析してこういう動画を、上級編動画を上げるってことになる。なかなか忙しいんですよ。だからこれが仮にですね、20銘柄やるって話になると、その倍ですから、月4本じゃなくて月8本になるから、週2回になるんですね。まあできないことはないですけど、ただ年がら年中何の休みもなくですね、週2回、この上級編の分析をやらないといけないということで、なかなかこれ辛いですよと。でしかも、大体その発表時期っていうのは重なりますから、3、6、9、12で、その大体1ヶ月半ごとですから、そういう意味では5、8、11、2か、そこに、まあ、もうちょっとはもちろん変則もあるんですけど、そこに分析のそのイベントが集中してしまうとね、はっきり言ってできないんで。まあね、10銘柄ぐらいがいいんじゃないかな。ただ、毎回その同じ銘柄でもつまらないので、まあ、10銘柄を基本としつつ、つまり週1回ですよね。週1回分析を基本としつつ、
まあ、あとはですね10銘柄を入れ替えて、まあ、これちょっと面白くないなと思ったら1年に2銘柄だけ、削ぎ落として入れ替える、そういうのでもいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。